大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル大規模チーム大会第1回イグナイト、イエーイ。お前ヘイタカワダがギリギリ耐える。変更完璧。スカッシュ発見。高すぎる。あ、どうだ。ひとまずこの回復はある程度はしょうがないでしょうね。回復ないだけまだ救いですね。そうですね。おっと、どうしよう。消し飛ばして、分からなくなった。これスマブラ4なら五分って言われてますね。完全に五分。スマブラ SP に置いても五分でしょう。これはここスマッシュはかわして空中前。それなら安い。足攻撃着地狩りから空中後ろが怖い。ハードを最大まであと少し。空中前を空中前でさばいて、ここで決めきりたいが、しまった。迎撃して着地狩り、空中前撃墜。パス読みでしたがギリギリ確定せず、これは内側潜り込んでるぞ。両脇分断から一気に撃墜。下強から空中後ろ繋いでいって復帰阻止ですが、これは空心の爆発は出ない。爆発を出していると2回目のガキ捕まりをおそらくウルフに駆られていたでしょう。そうですね、空下とかで準備されたでしょうね。ここで苦しく針を吐くしかない。まだやりきれるのか、カメメ。俺はやりきっている。確定ではない。なるほど。フラッシュをかわして上下に対して横身のフルフラッシュで試合を決めに来たんですけどね、確定反撃を座標さえ完璧ならおそらく入っていたでしょう。そうですね、これジャンプないですけど、まさか横に運びきってカメメシーク。小方が受け身を取って大折りから空中へ、まだあるのか。復帰阻止、ツルの鞭当てて浮き阻止、空中に当たられ、引きずり落として、もう一度空中に当たられ、これはレスキューに行く、空中だが、それを拾った空中へ、うますぎる、知略と知略のぶつかり合い、空中へのコンボが決まって、まだまだ分からなくなってきた、空中に当たられ、受け身展開、ラインを詰めて、空中後ろ、空中後ろ、前投げをここで通して、緑を得意の崖展開に持ち込んだ。空中にドル限界まで引きつけて反撃に振って中距離、あくまで不思議そうで行こうという構え。前出しをつかみ、今度は通すのはカメメ。上強で拾って、危かった、大ジャンプでケアするが、これは葉っぱカッターから空中が多いと確かにこう採掘の隙を一切与えないことができるが、なんだこれは、シンクロナイトスイミングだ。いいチームワークだ。さあ、しかし岩塩外の破壊力、ダメージ 50%。 降りく上から空中しろ、技の回転率を生かして2人を一挙に面倒を見る光る。良さ出ていますね、ロイド回転率。わーっと、これは2人の復帰を面倒を見るザクレイ。素晴らしい。勝者側決勝です。気がなかったな。さすがに厳しいか。一度を溜まるアクラード。うわー、狙いを感じて分かっている。これは全然挟み込んで、あっという間に50さん。さらにはミッドブレイクアウトで締めまでいくかという展開でしたが、どーっとさすがに内側変更すれば激化しこれは出し込みから、うわすぎる。竹狩り持続から消える。おー、ガキで沈ませて、このままザクレインジョーカーテトラカンまでカバーして、下から2回目のガキ捕まり戻ってきて命拾い。うますぎる。これはしかし横行で反撃の横行。さあ運命のワンワン、どっちが勝つんだ。あ
ム星がここで退場。横強攻撃飛ばしていって、復展開ガンを使って、ガンを使って空中にずらせる、飛ばしていく、今すぎる上で空中に取る、繋いでいって、これは少しのクラビングスクラッチ、さすがにまだ耐えますが、この復帰反撃ガード取って、あと一撃反撃ガードを受けることができれば一気に崖押し、セーブも登場するというところですが、そっちへ、どうなっているこの崖は、何やかに回避やかに勇気の選択肢を通す、さああと一撃、おめでとうございます。